ケリー・クリスティン・オハラは、アメリカ合衆国の女優、歌手。2000年、ジキルハイドで、ブロードウェイデビューして以降、ブロードウェイ及びオフブロードウェイにて、多くのミュージカルに出演している。トニー賞において、2005年のザ・ライト・イン・ザ・ピアッツァでのミュージカル主演女優賞以降、2006年のパジャマ・ゲーム、2008年の南太平洋、2012年の ナイスワークイフユーキャンゲットイット、2 0 1 4年のマディソン軍の橋でノミネートされ、2015年の王様と私で主演女優賞を受賞した。オクラホマ州のアイルランド系アメリカ人の家庭で育った。ディアクリーク高等学校を卒業し、オクラホマ市立大学に進学し、声楽学士を取得した。大学時代4年前にクリスティン・チェノーエスも学んだことのある、 フローレンス・バードウェルから学んだ。オハラとチェノーエスは、共にソロリテガンマファイ・ベータに所属していた。俳優のジェームズ・ノートンの息子であるほか、女優及び、歌手のキーラ・ノートンの兄弟で、俳優のデイビッド・ノートンのおいでもあるグレック・ノートンと、結婚している。2009年6月27日、長男が、2013年9月16日、長女が誕生した。2001年、 ホリーズブロードウェイ再演イで、ヤングハッティ役を演じ、その後ヤングフィリス役を演じた。2002年、成功の歓喜香りブロードウェイ公演で、スーザン役を演じた。2003年、プレイライツ・ホライゾンズによるミュージカル、マイライフ・ウィズ・アルベルティーヌ・オフ・ブロードウェイ公演にて、アルベルティン役を演じ、2004年、ミュージカル、ドラキュラ・ブロードウェイ公演で、ルーシー・ウェステンラ役を演じた。 2005年、リンカーンセンターのビビアン・リューモント劇場において、ザ・ライト・イン・ザ・ピアッツァ、ブロードウェイ公演のクララ役で主演した。サンダンスのシアターラボでのワークショップ及びシアトル、シカゴでの試験工業では、フランカ役を演じていた。クララ役で、トニー・ショーミュージカル主演女優賞にノミネートされた。以降ブロードウェイで演じた、役すべてで、トニー・ショーにノミネートされている。2006年、 ブロードウェイミュージカル、パジャマゲーム再演で、ベイブ役を演じ、ミュージカル主演女優賞に、ノミネートされた。ニューヨークタイムズが身の批評家のベンブラントリーは、この演技について、ライトインザ・ピアッツァで築き上げたピュアなイメージを完全に、覆したと記した。2007年、l ルプライズにおいて、サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ・デットマリー役を演じ、エイブリー・フィッシャー・ホールにおいて、 ニューヨークフィルハーモニックによるマイフェアレディでイライザ役を演じた。2008年 PBS のクリッククラックエス・アズ・ザ・レンチ・ターンズでベス役を演じた。2008年から2010年リンカーンセンターのビビアン・リューモント劇場における南太平洋ブロードウェイ再演でネリー役で主演し、3度目のトニー賞ノミネートとなった。2009年3月から3級に入り、 10月に復帰した。2010年ニューヨークシティセンターで行われたアンコールズにおいてベルズ・アー・リンギングでエラ役を演じた。2010年映画セックスザ・シティにエレン役で出演し、2011年 CBS のブルーブラッド NYPD 家族の絆台にシーズン第1回辞表の行方に出演した。同年、 ランダバウトシアターカンパニー10周年、記念チャリティコンサートのシーラブズメに、アマリア役で主演し、ジョージ役のジョシュ・ラドナーと共演した。スコット・エリスが演出、ポール・ゲミ・ナニが音楽監督を務め、ミス・リッター役のジェン・クラコースキー、スティーブン役のシャヤン・ジャクソン、サイボス役のマイケル・マグラス、アーパット役のロリー・オーマリー、ミスター・マラチェック役のビクター・ガーバーと共演した。 ジョン・ F ・ケネディ・センターにおいて、バーバラ・クックが受賞した、ケネディ・センター名誉賞前夜祭りで、シー・ラブズ・メで、最も有名な曲の一つである、ミル・エイチ・イライク・メを歌唱した。2012年4月から2013年3月まで、ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット、ブロードウェイ公演で、ビリー役で主演し、4度目のトニー賞ノミネートとなった。2012年、 リンカーンセンターで行われた大晦日コンサート、セレブレーティングマービン・ハムリッシュにおいて、オードラ・マクドナルドや、メーガン・ヒルティと共に、コーラスラインの、エイティ・ザ・バレーを歌唱した。2013年、エイブリー・フィッシャー・ホールにて、ニューヨーク・フィルハーモニックによる、コンサート、開店木馬で主役のジュリー役を演じた。2014年1月から5月、ミュージカル、マディソン郡の橋ブロードウェイ公演で、 フランチェスカ役で主演し、5度目のトニー賞ノミネートとなった。CURTAINUP.com の批評家のエリス・ソマーは、オハラの素晴らしいボーカルチョップや共演者であるスティーブン・パスクールとの見事なデュエットを称えた。2014年 NBC のピーター・パン・ライブにミセス・ダーリング役で出演した。2014年12月31日。 メトロポリタンオペラにて、フランツ・レハールによるメリー・ウィドーで、ルネ・フレミングと共演し、オペラデビューした。リンカーン・センター・シアターの王様と私再演で、王様役の渡辺健の相手役アンナを主演した。ビビアン・ビューモント劇場にて2015年3月から、プレビュー公演が行われ、4月に正式に開幕した。オハラはこの役で、トニー賞初受賞となった。 2016年4月17日がオハラにとってのあんな役最終出演となった。2016年10月、カーネギーホールにてソロデビューコンサートを行い、マスターズ・オブ・セックス第4シーズンでドディ役でゲスト出演してその後たびたび登場した。n i s a r t s が主催する2008年、ホール柄に出演したオハラ。ありがとうございます。